魂の望む方へ。時には向かい風もあるというが、恐れることはない、進め。皆さんこんにちは、シンガーソングランナーのすいです。本日は大阪国際女子マラソンの招待選手でもあります吉田香織選手の練習に密着させていただきたいと思います。うわー、もう緊張します。こんな機会をいただきましたので、しっかりですね、皆様に吉田香織選手のですね、走りをお届けさせていただきたいと思います。重大任務ですおはようございます。今日は練習拝見させて、よろしくお願いします。今日はどんな練習をされるんですか？今日は距離走です。明日足立フレンドリーなんですけど、はいはい、あんまり最初かっ飛ばさないように、はい、ちょっとあえて疲れさせる練習をしたいと思います。で、距離的にはおおよそ私20キロかな。あ、はい、30キロ行くメンバーもいるんですけど、ね、あ、そうですか、すごい、さすが。みんなで頑張ります。頑張ってください。こそ進め、まだ見ぬあの場所へ、描いた思い抱きしめ、震える足を一歩前に出せば、動き始めたそのパワーは強く伺いしたいんですけども、はい、内越コーチがなぜこう吉田選手を、はい、見たいなと思った理由とかあったら教えていただけたいんですか？理由といいますか、まあ、流れ的に見てるんですけど、もともと藤原新っていうランナーのパーソナルをしてたんですが、はいはい、その時に、まあ、たまたま出会ったと言いますか、はいはいはい、一緒に走ってたランナーの紹介に彼女が来てまして、はいはいはい、その時に今度一緒に練習しましょうということで、はいはい、やり始めたんですね。でその時はまた全然吉田香織選手っていう存在っていうか、はい、過去の実績とか全然知らない状況で、はいはいはい、走りを見たら、はい、あ、これは面白いなっていう印象を持ちまして、はい、それから男子選手に混じって、はい、一緒にやるようになった。あ、ありがとうございます、はいはい。風がまだ行ける里行った
込みましたよね。今日お疲れ様でした。お疲れ様。今日はどうでしたでしょうか、ね、調子的には。お疲れ様です。ね、どうでしょうね。まあ、あんまり最近調子良くもないんだけど、はいはいはい、まあ、フルマラソン練習中って、うん、あんまり調子が良くても、はい、良くないんで、はいはいはい、まあ、練習できてるっていうことなんでね、あの体が重くなってくるのは、はいはい、うん、まあ、ちょうどいいかなと思います。調子は悪くないかな。うん、作るんですよ。なんか香織さんに一言。香織さん可愛いからね。頑張れ。お酒上に行くからね。なんですけども。香織、大阪国際頑張れ。イエス。香織さん、今後の目標をちょっとお伺いしてもいいですか？そうですね、自分も競技を続けながら皆さんに走る楽しさを伝えて、一人でも多くの方にランニングを始めてもらいたいし、長く続けてもらいたいと思います。ありがとうございます。内星さん、最後に、はい、香織さんが面白い選手だなと思ったって言ってたんですけども、はい、どう面白いと思ったんですか？見た目違う。見た目面白い。走りがやはり世界に通用するというか、そういう意味で可能性のある走りだっていうことで面白い。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと最後にチャンネル登録お願いします。一緒に行ってもらっていいですか？いいですか？せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。